トマトがいい感じに煮詰まってグツグツって。はい、どうも、料理のお姉さんリュウジです。最近ね、顔がしょっぱらこの挨拶で声がうるさくて閉じる確率 25% ぐらいらしいですね。ということでですね、全然飲んでないシラフなんですけども、今回はですね、至高のトマト煮込みやっていきたいと思います。チキンのトマト煮はもうこれ作ってくれと、本当に美味しいレシピがありますんで、お野菜もたっぷり取れます。完全栄養食品、これをですね、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明していきたいと思います。チキンのトマト煮なんで、チキン350g ぐらい、煮込みはもも肉が、もも肉って、ね、ゼラチン質がね多いんですよ。なので煮込むと柔らかくなります。もも肉ぜひ使ってください。トマト缶、ホールトマトです。カットトマトでもいいんですけども、ホールトマトとカットトマトって何が違うかっていうと、実はねトマトの品種ちょっと違うんですよ。カットトマトとホールトマトって、ホールトマトの方がちょっと甘みが強いかなと思うんで、ホールトマト今回使います。ものによってはすごい酸っぱいのがあったりするんで、開けて食べて酸っぱくないのが一番美味しいです。水煮だからそのまま食えるんですけど、これナス3本、お野菜もたっぷり取りたいんでナス3本、玉ねぎね2分の1個でいいんですけど、ちょっとねちっちゃめの玉ねぎだったんで、2つ使います。これ 120g。 ガーリックが3かけ、必ず、スパイスコーナーに売ってるオレガノ、よくねピザソースに入ってるんですよ、これですね。これを使うとですね、非常に高級感が出ます。もしよかったら使ってください。なくても非常にコク深くて美味しいんですけど、あるとこれで至高になります。まあ、今回ね至高のトマト煮を作っていくんですけども、作っていく上で何が一番大事か皆さんにお教えしたいと思います。トマトを使ってるんで赤いレシピなんですね。情熱のようですよね。情熱、これが大事だと思うんで、情熱を灯させる。何を言ってんだろうね。何を言ってんのか分かんないんですけども、とりあえず飲ませていただいていいですか。アルチューマシーン、これですよ皆さん。自らに情熱の炎を灯していきます。俺の心が真っ赤に燃える。食ってきてます。ナスは、このヘタの部分を切り落としてね。今回ね乱切りにします。こういう感じで切っていくやり方ですね。こう回しながら切るんですよ、乱切りって。一口大に切っていきます。キノコ入れたりするのも美味しいです。今回入れませんけど。ニンニクをちょっと切っていきましょう。ニンニクはケツの方を切り落として、包丁でこうやって潰せない方いるらしいんですよ。そういう方はですね、これね。これで潰すんですよ、これ。ただただ飲んでると思ったでしょ、皆さん。そしてこの底についたニンニクの香りで飲みます。あー、すげえいい匂いする。最高の飲み方ですよ、これね。ハイボールを入れていただくと、ハイボールの重さで潰れやすくなりますんで、覚えておいてください。これちゃんと料理に使えますから。これこんなに綺麗にむけるんですよ、これね、ハイボールのおかげ。これ芯あんまないので、このままスライスしちゃいます。これですよ、まあ、スライスでいいです。できればね薄めがいいんですけど、あの玉ねぎ入れる理由っていうのは甘みがつくんですよね。トマトをねそのまま煮込んじゃうと甘みがつかないので、ちょっとね酸っぱくなっちゃう、酸味が立っちゃう。玉ねぎはね必須です。これ玉ねぎはスライスして、まあ、みじん切りとかでもいいんですけども、僕はスライスが一番簡単で好きです。僕の場合はこうね3等分に1回切っちゃうんですね。2、3センチの角みたいな、唐揚げよりちょっとちっちゃいぐらいの感じで切っていきます。これぐらいのピースですね。味塩コショウですね。皆さん、あのこれ味塩コショウの味ってなんだか知ってますか。はい、味の素の素です。はい、これで下準備は OK なので、フライパンです。フライパンね、これぐらいの、まあ24センチ6センチぐらいのフライパン、火かけます。オリーブオイルです。大さじ1と、まあ半分ぐらいですかね。ちょっとね多めに入れます。これで、炒めていきます。これね。必ず皮目から炒めてくださいね。火加減は中火でいいです。焼き目をつけて、チキンの香ばしさを出す。皮の油をオリーブオイルに出していく。中火で焼く感じです。これのね、焼けた香り。これをつまみにして飲みます。あ、これこれこれ。この色。この色、この色。油を出すのが目的なんで、この色になったら裏はさっと焼くぐらいでいい。ここで全部の火を通さなくても大丈夫ですからね。この色ですよ。皮目が焼けましたら、バットにちょっと移します。取り出すんですね、これね。オリーブオイルとこっち油の熱がね、美味しい油ですね。でここでですね、ニンニクを炒めていきます。うわー、ちょっと待って、
っちゃいい匂いする。このニンニクの香りを逃がさないぞ。お前は逃がさないぞ。あーうまっ。あー最初の動画が至高シリーズだとねめちゃめちゃ酔っ払うんですよね。なぜかというと僕が本当にうまいもんと思ったものしか作んないから想像で飲んでしまうんですよね。はい、そしてニンニクが色づきましたらナスから入れます。こうすることによりねうまくなるんですよ。これはあんだけあったチーユ全部おナスが吸っちゃいました。これ皆さん玉ねぎこれも炒めていきます。お野菜たっぷりでしょ。お野菜をしんなりさせたいんでお塩を一つまみ入れます。これで炒めていく。野菜がねしんなりとするまで炒めていく。で3人前ぐらいできますんで皆さん玉ねぎがちょっとこうしなっとして、ちょっとね薄茶色に色づいたらさっきのお肉ねこれね、お汁もあるんでお汁ごとも戻します。そしてですねトマト缶ここに入れていきます。潰していくんです。でこうやってトマトの水分が入りました。ちょっと火強くしてトマトの酸味を少し飛ばすために炒めるんです。この状態でホールトマトの塊があって少し崩していく。ちょっと煮詰めていく。強めの中火で煮込みます。はい、ちょっとこれでトマトの酸味を少しなくしていく。トマトがね、旨味が非常に詰まってるので、これを入れることによってですね、トマトがいきます。そう、大さじ1ですね。お砂糖ですね、結構酸味があるのでお砂糖を加えていく。ホールトマトって結構ね、酸味が強いんですよ。小さじ2杯、まろやかなトマトソースになります。日本酒です、清酒です。料理酒でもいいんですけども 50cc、 これトマトがね、ちょっともったいないんで液体を入れて、これを入れていきます。トマト煮込みってこういう場合白ワインを入れるんですけども、白ワインってすごく酸味が立つんですね。だから、これは甘めのこってりとした味にしたいので今回は白ワインでなくてあえて日本酒を入れます。日本酒とトマトの煮込みって実はめちゃめちゃ美味しいんですよ。ここ至高ポイントです。日本酒を入れ煮込むとね、旨味とコクと甘さだけここの煮汁に残るんですよ。これねトマトソースとかに入ってるんですけども、小さじね1弱ぐらいオレガノを入れていきます。これがですねトマトソースとね相性抜群なんで全体を混ぜ合わせます。混ぜ合わせていただいたらこの状態でですね蓋をして弱火です。30分煮込んでください。ちょっと強めの弱火だな。これで30分煮込んでいきます。はい、ということでですね30分経ちました。30分の間にレモンドを飲んでたっていうねあれなんですけど、30分経った姿がこちらでございます。おほほほほ、トマトがいい感じに煮詰まってグツグツって、これはハイボール。完璧。ちょっとねこれ味見をしましょう。塩分が足りなければお塩、私4分の1なんで、まあ、僕が これでつまんで、まあ、2、3振りなんです。これはこれ2振りぐらいでいいかな。これはね好みです。で黒胡椒、ここまでいっぱいいらないです。軽くつけて、オリーブオイルも最後のコク出しで3回しで軽く混ぜ出して、これで皆さん至高のトマト完成なので盛り付けていきます。じゃあ盛り付けていきますよ。もう2、3人前なんでこそっとお皿に持っていく。今度はナスが美味しいの。これナス。至高のトマト完成でございます。はい、それではですねできましたのでいただきたいと思います。今回はワイン合うやと思っていただきます。香りがやばいもん。これだっていただきます。ほろほろじゃん、これうまい。ちょっとですわ。オレガノの香りがすっごく効いててめちゃめちゃうまい。これナスポロントロンよ。これワインを煽ってみてくださいな。たまんねえなこれは。タバスコ俺を呼んでいたのよ。パシッとね、いただきます。これうまいわ。キノコ類も絶対合う。舞茸とかマッシュルームとか旨味の強いキノコを入れて一緒に炒めて煮ると絶対美味しい。
パスタに絡まるのもすごくいいよね。あまりにも美味しすぎて語彙力がなくなってきてるので、食べちゃうっす。マリアージュね。チアーズ。すいません、いただきます。どうぞ、召し上がってください。うまっ。コクブガイジョ。僕トマトもチキンも好きなんで、なんなら家でトマトチキンによく作るんですけど、オレガノめっちゃいいっすね。僕いつもローリエ使いがちなんですけど、この濃厚さとオレガノの香り最高に、うん、うまいっすわ。ちょっとこう汁気のあるトマトにもいいんだけど、はい、ソースっぽくして煮込みも俺好きなんで、はい、ここで多分タッグも連れてくるとちょっと焼けるよ。ごちそうさまでした。このオレガノの香りと日本酒のコクと旨味が入ったこのトマトソース、ぜひやっていただきたい。今宵はこのトマトに乾杯。クリスマス あのフライドチキンの動画、僕ベロベロに酔っ払って撮ってて、であれのコメントで、あの今年の M1 より面白かったって言われて、あのちょっとあのそういう番組じゃないですこれ、はい、あの M1 にも失礼だし、あの僕もそういうチャンネルじゃないので、はい、すいません。あのちょっとね、でもあのなんかあの動画はあの今までで一番面白かったって言われて、あのちょっとね、あの複雑な心境でしたね。僕は ほぼ覚えてないんですけど、あれ